はい、ということで今日はですね、庭で雪遊びしていきたいなっていうふうに思っているんですけども、結構雪降りましたね。結構雪が庭に積もりましたので、スノーボードしていきたいなっていうふうに思っております。まずはここ何もないところにですね、セクションを作っていこうというふうに思ってます。ぜひご覧ください。はい、ということで、夏はですね、ここは畑なんですけれども、雪が結構積もりましたので、ここに何かアイテムを作っていきたいというふうに思います。ですね、ちょっとしたキッカーみたいなのを作ろうと思ってるんですけど、そこにどんどん雪を今入れております。はい、だんだんと形になってまいりました。まだちっちゃいですけど、引き続き作っていきます。はい、作り始めて20分です。20分でここまでできました。はい、じゃあ一回試しに飛んでみたいと思います。はい、じゃあ試し飛び2本目。はい、ということで、50分間1時間かからずにここまで行きました。庭で、アイテムを作った時に、今までですね、ランディングを作るのが面倒で、ずっとフラットにストンプする、バチンと着地して耐える形だったんですけど、今回はちゃんとランディングがあります。衝撃スーッと吸収してくれますので、これいいですね。ちょっと何本か試していきたいと思います。結構高さ出ましたね。で、高さの少し足しました。高さ足してもう少し飛べるようにしました。はい、ということで1時間半ぐらいかけてですね、キッカーが完成しましたので、ちょっと見ていきましょう。こういう感じですね。アプローチ、はい、アプローチガタガタですけど、こんな感じでアプローチして、はい、リップね、そしてここがキャニオンっぽくなって、ちゃんとランディングが今回はあります。で、結構反り立ってますね。とりあえずこんな感じでできました。いよいよ何回か飛んでいきたいと思います。まあ、何ができるか分かりませんけど、飛んでいくうちにちょっといろいろ考えながらやっていきたいと思います。何本か飛んでですね、次はいよいよ縦回転にチャレンジしていこうというふうに思います。果たして38歳バックフリップできるのか、ちょっとやってみます。では、はい、ということで38歳のお庭でバックフリップチャレンジ、やってきたわけですけれども、立つことはできませんでしたね。ただ、収穫もありまして、恥ずかしい話、今までバックフリップ、あまり蹴れてなかったんですね。おい、それ基本じゃねえかっていう話なんですけど、蹴れてませんでした。だから勢いで回すみたいなね。で、今までなんとか切り抜けてきたわけですけれども、今日の最後の1本ですね、しっかりオーリーが入って板がバーンと上に上がってくる感覚を味わうことができました。またチャレンジしていきたいなというふうに思います。
今日は立つことはできませんでしたが収穫がありということで、手応えを感じております。またあのキッカーはね残っておりますので、キッカーとしてジャンプして遊んだり、あとはスノーボードクロスのねスタートの練習なんかでも使えるのかななんて思いますので、また今後動画でも紹介していきたいなっていうふうに思っております。はい、ということで、今日も庭でトリック、庭でバックフリップチャレンジやってきたわけですけれども、もしよろしかったらチャンネル登録なんかしていただけますとすごく嬉しいです。ぜひチャンネル登録お願いします。それではまた。